皆さんこんばんは、マーティンレアの脈ボイ金作です。私の公式チャンネルはおかげさまでなんと1万6000回達成しました。イエーイ。今日はキングタク検定久しぶりにやりたいと思います。はい、何問か出題します。まず1問目、私が行ったことがない山形県の中で行ったことがない市町村はどこでしょう。中山町、山野辺町、白鷹町は、まあ、私がまだ行ったことがないところです。わかるかな。正解は山野辺町でした。まだ唯一行ってないです。第2問目、私が行ったことないシリーズで私がまだ行ったことがない山形県の市町村はどれでしょう。第2問パート2です。今度は最上地方編いきます。戸沢村、大倉村、酒川村、さあ村の名前です。今回ははい、正解は酒川村です。まだ行ったことありません。はい、ポンポ館はちなみに戸沢村の松坂です。覚えてください。では第3問目、はい、私が必ず休憩のところに寄るところはどこでしょう。必ず休憩のところに寄るところ、遠出し山形県内を旅行した時、はい、米の子の滝グループ、まあ、つまり米の子の滝、シライトの滝、ドライブイン、グッド山形、佐賀へサービスエリア、どうでしょう。必ず良いところです。たまたまではございません。必ずです。正解は米の子の滝、シライトの滝グループ、米の子の滝、シライトの滝、ドライブインでした。第4問目。はい。今のは難しかったかな。はい。第4問目、はい、ボーリング革命 B リーグ、まあ見てると思いますがね、はい、私がこれから会う大好きなボーリング選手は誰でしょう。これからです。海の日に会う人、川崎由衣さん、尾上萌香さん、寺下千佳さん、どれでしょう。正解は寺下千佳さんです。ついでに内藤真由美さんもです。はい、第5問目、はい、山形マミーボーイ、大石直さんのチャレンジマッチ、10月で最後でしたね。あれ以来、まあ、大石直さんの、まあ、体調以来、まあ、去年の話ですけどもね。体調というか、子供が生まれるそうなので、はい、もう生まれましたけどね。はい。子育て、今現在産休中ですが、大石直チャレンジマッチの時に初めて主張しました。その順位はないでしょう。1位、10位、ブービー賞、どれでしょう。正解は、ブービー賞です。人生初のブービー賞獲得です。はい。次で最後の問題いきたいと思います。はい。まあそうですね。羽黒高校は今年で60周年、それに羽黒高校関連の問題を出します。私が所属した部活動は英会話部ですが、はい。私が高校3年間在籍して、まだ甲子園には行ったことないです。私が高校3年間在籍した高校野球羽黒の成績、最高成績は、どこまで行ったでしょう。ベスト4、準優勝、ベスト8、全国高校野球選手権、山形県大会の話、高校3年間の在籍の最高です。私が在籍した時、正解は準優勝でした。なぜ準優勝かって、鶴岡東相手に確かに雨でもう優勝決まったかと思いましたが、雨で結局中断でノーゲームとなって、その後私がちょっと用事で行けなくなったため、まあ、試合結果見たら大変、歴史的な大敗を喫してしまいました。あのことは覚えてます。高校2年生の話ですがね。忘れてません。はい。以上です。バイバイ。